ニューストピックスです石川県内の最低賃金をこれまでから51円引き上げ984円とするよう審議会が答申しました今回はこの話題について政治部の朝野記者に聞きますよろしくお願いしますよろしくお願いします最低賃金とはどういうものなんでしょうか、はい パートやアルバイトを含むすべての労働者に適用される最低の賃金になります、はい、下回る金金額を支払った企業には罰金が課されます都道府県ごとに時給で示され毎年度改定されています厚生労働大臣の諮問機関である中央最低賃金審議会というものが引き上げの目安額を示し各都道府県の地方審議会が 地域経済の実態を踏まえて改定額を毎年決めています、はい、で現在は石川が933円富山は948円 福井は931円となっています今回の石川の審議会ではどのような結論になったんですかはい、えー。今年は中央の審議会が50円増を目安としていましたで石川では能登半島地震からの生活再建物価上昇を考慮した賃上げは必要との観点から目安を1円上回る51円で決着しました 引き上げ額は過去最高で目安額を上回るのは2年連続となりました石川労働局に答申し異議申し立てを受け付け改定額は最短で10月5日に発行されますなお富山では50円増の998円 福井は53円増の984円で答申しています、うん、今回の結論にはすべての委員が賛成したんでしょうかはい、えー。今回は賛成多数で結論となりました、えー、引き上げを求めた労働者側に対し、えー、使用者側は被災した、えー、中小小規模事業者は 復旧復興によって大変大幅な引き上げは苦しいと訴えて反対しましたなので前回一致の結論にはなりませんでした、はい、前回一致にならなかったのは2014年以来10年ぶりとなります、うん 今後の課題は何でしょうか、はいえー、中小企業では、えー、コスト上昇分の価格転嫁が十分にできていない状況にあります、えー、東進では価格転嫁を後押しするなど、まあ、賃上げしやすい環境を整えるよう国や県に求めています能登、はいえー、半島地震で被災した中小企業の復興・復旧を支援することも要望しています また石川と富山の差が15円から14円に縮まり石川と福井が984円で並びました人材は労働環境のいいところに流れていく傾向にあるため地域間格差についても今後よく検討していく必要があります。